の久保です。元気ですか？私はね、まだね、脱臼したこちらの肩が完全に上がりきらないんで、手を使うときはこうやってね、左手で支えながらやってますね。これを離すと、やっぱりここら辺まだ筋肉がつながってないんで、筋がつながってないんで痛いですね。まあ、ただ見た目は普通でしょ。 T シャツまだ着れないんですけどもだから中裸ですね。ちょっとワイルドになってますね。はい、着替えはこまめにやっております。同じ服着てるようでも、もうね、これ3回も着替えましたね。はい、では今日ね、メッセージをお送りしたいことは、やっぱり千葉を中心とした災害です。私の方にもそんなにたくさんの情報入ってきてないんですけども、入り次第どん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 拡散してね、私の Facebook のフォロワーさんが5000人ぐらいですか、友達が5000人で、フォロワーが2000人ぐらいいるのかな。で、YouTube の放送の方ですけども、こちらの方はチャンネル登録者数の方が9000人を超えて、もうすぐ1万人になるかなってところなんで、まあ多少ね、何かができるんではないかなと思います。そんな中で、この動画の最後の方にですね、 YouTube をご覧の方はこの最後の方に、私のところに届いた災害情報と復旧状況をですね、ちょっとお知らせして、終わらせていただきたいと思います。さあ、そんな中ですね、あの例の小泉進次郎さんが入閣しまして、第4次安倍政権の改造内閣ですか、第4次じゃなかったかもしれませんけども、小泉進次郎さんがいよいよね、力を発揮する時かなと思うんですけども、私ちょっとね、あれ、でもそういえば小泉進次郎さんってどんなことをやってきたのかなって考えた時に、確かにね、かっこいいし若いし期待はされてるんですけども、実際に何ができるのか今の時点で全くわからないんですよね。相当長い間、いたと思うんですけども、何なんでしょうね、小泉総理、元総理がね、純一郎総理がいらっしゃって、ご兄弟が芸能人をされていてってことは分かるんですけども、実際どんなことに特徴がある力を持ってるのかなとか思っちゃったり、前回もね、福島に、前回というか、ここ昨日ですか、福島の方にね、行かれたそうなんですけども、千葉素通り会って感じもして、あれ、災害の方はいいのかなとかね、環境大臣ね、環境省に入るはずなんですけども、どうなっちゃってるのかなと思っちゃったりしました。プラス育休ですよね。このタイミングで育休を宣言をするっていうのは、大丈夫なのかなと思います。確かにね、育児をするとか育休取るとか、女性の気持ちを考えて家庭に、男性でもこれから家庭にどんどん入っていかなくちゃっていうことを言えば、女性には受けますよ。女性には受けますけども、どんな男性もね、外に働きに行っていて、歯を食いしばって頑張っていて、家庭にもう気にならないわけないじゃないですか。1秒でも長くお子さんとか奥さんのところにいて、家庭の中の、ね、役割も果たしたいですよ。でもそれができずに、ものすごく毎日葛藤とね、苦しみの中で戦い抜いてるわけですよ。で、なぜかっていうと、会社の制度が許さないってところもありますし、じゃあ自分がね、自分が稼ぎを持って帰れなかったら、じゃあ家庭は維持できるのかっていうところですよね。もちろん奥さんが働いてらっしゃるところもあるでしょうけども、もともと旦那の稼ぎが足りないから奥さんが働きに行ってるっていうのが現状だと思うんですよ。その中で旦那さんが積極的に育休取ったら、どういうことになるのかなってことを考えると、やっぱりね、さらに奥さんに結局は負担がかかる、子供に負担がかかるってことでできないんだと思うんですよ。私はそういうことを考えると、やっぱり税金で食べてらっしゃる方が、税金を払う方を差し置いて真っ先に育休ってのをね、ブランドイメージだけで取るのはどうかなと思いますよ。ブランドイメージじゃなくても、例えば育休と言いますけども、その奥さんって妊娠されてると思うんですけども、そんなにすぐ育休宣言するものなのかなと、なんかまだまだいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあまあ、でも何を表現するか自由なんですよ。ただ小泉進次郎さんって、もうちょっと私たちの世代のことをね、寄り添ってるのかなと思ったら、やっぱり雲の上の人かなと、いう感じはしますね。税金で美味しい思いをされてる方は、まあ、税金を払う人の苦しみっていうのはなかなかね、分かってくださらないということかなと思います。まあ、これはね、僻みが入ってますけどね、僻みがはっきり言って入ってます。やっぱりね、小泉ファミリーっていうのは生まれながらにして上級国民、永久国民ですよいや、私たちみたいなね、受験戦争を勝ち抜いて、で勝てなくって突っ張ってグレて、落ち込んで、で逮捕もされてね、で少ない給料の中から這い上がって、副業禁止されて、副業それでも隠れながらやって、一発逆転をもくろんできて、未だに逆転できないね、我々みたいな平民とはちょっと違うかなと思うんですよ。まあ、お前が言うなって言われそうですけどもね。やっぱり私も意識はね、まだ日当6300円なんですよ。そういうことを考えると、ぜひね、小泉進次郎さんね、進次郎さんの立場だから、本当にね、予想通りの育休を取るんじゃなくって、いや、これはね、男性の気持ちとしたら、みんな育休取りたいですよ。私も育休取りたいですよ。愛する奥さんとね、これから生まれてくるお子さんのために、子供のために仕事をね、休んでいきたいですよ。
でも現状男の立場として言わせていただきます、女性には嫌われるかもしれないと言わせていただきます、家族を愛するからこそ離れられない職場があるんですよ。ここを私の立場から皆さんに分かっていただきたいと。女性からは反感を買うかもしれないけども、これはね、日本で働く男性の気持ちを代弁して、日本の苦しさ、葛藤、男性のね、サラリーマンとしての本当に心を私は代表しているつもりでございますみたいなことをね、言うと男性は拍手喝采で、おい小泉進次郎、やっぱり俺たちの進次郎だよ、ツイッターフォローしようみたいなことになると思うんですけどもね。ちょっと今回の発言は男性としてはね、まあ私はね、お前が言うなって言われそうな存在ですけども、私も毎日勤務してるわけじゃないんで、ただ小泉進次郎さんの立場から本当にね、予想通りの育休優先みたいな、そのイメージの通りの育休をね宣言するっていうのは、この予定調和は何なんだろうと思いますよね。で今度ね、スピードの今井絵理子さんとかもなんか政務官とかになるじゃないですか、なんかね、その政治家っていうのは 芸能界みたいな感じになっちゃってますけどね、しょうがないですけどね。ただね、やっぱり今井絵理子さん、N 国党に入る予定だったと思うんですよ。まあ、N 国党を裏切ったみたいなこと思わないですけども、じゃあどうなんですかね、今の自民党が推し進めているような制度設計とか増税とかに賛成ってことで考えていいのかなと思っちゃって、あスピードの CD 全部もう俺は廃棄するぜみたいなね気持ちになっちゃいますよねまあそんなことはもうね、あんまり思わないですけども、自分の考えとね、ちょっと違ったからといって自分の考えをね強く主張する材料をいろんなとこから持ってきてこじつけっていうのは私も良くないですね。まあまあ、いろんな世の中には現象があるということですかね。これからいろんな事件が起こると思いますけども、それに自分がどのように対応していけるかっていうふうなことなのかなと思います。それではね、千葉の災害の状況ちょっとね動画つけておきますんで、よろしくお願いします。